どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト6実況プレイ続きやっていきたいなと、思います。でね、前回とこいたでしょ。でちょっとなんかあそこ下の方行ったりとかしたんですよ、実を言うと。で何もなくてあれなんかあれと思って一回戻ってきたんですよ。で情報なんかないかなと思って戻ってきたらあって、まあ宿屋泊まって始めようかなと思ったら毎晩なのね俺勝手に、お客さん外に出ちゃいけませんよ、いいですね、何でもありません、心配しないでくださいよ。そう、勝手に終わったつもりでこのまま街を出てったけど、まだ何も終わってなかったっていう、あのどうかそっとしておいてくださいませ。たとえあのような姿になられてもアモス様はこの街の恩人なのですから。そうなんです、そういうことなんです。まだ終わったと、勝手に終わった言ってましたが、終わってなかったっていう終わってなかったっていうね。すいません、皆さん知ってましたが、僕がなんか後々また来んのかななんて思ってたわけですよ。すごいでしょね、これ2週目なんだぜでなんかなんだろう、次のヒントないかなって探してたんですよ。してたらですね、いましたね、このおばあちゃんが教えてくれました。変わり果てたアモス様に会ったんだね、あの姿になった時のことは全く覚えてないらしいよ。うちのじいさんに昔飲まされた理性の種でもあればね、北の山の手来ました。そういうことです、わかりましたね皆さん。もうね、さあ行きましょうさあ行くんだ、ちゃちゃっと行こう、ちちゃ。さあでもってこのまま北に行くと、ここに何かがあって、終わってなかった終わってたと思ったんだ俺の中ではね。後々また来んのかななんて思ったの。だまさかまさかの終わってなかった件っていうね。さあなんかいる、まさか お前あのじいさん、え、この山の上には理性の種があると聞いてきたのですが、山に住む魔物たちの強いと言ったら。さあ来ました。さあ雰囲気があるね、なんか今 DS 版によ、いや DS さんもやっぱ良さはもちろんあるんだけど、気がうわー強そう。作戦どうしよう、みんな頑張るにしようか。で戦う、待った刃のブーメラン装備してるね、オッケー。まあいいや、行こう。やばい、みんなあれなのかな、ずっとメラ見つけ始めるのかな、もうやめてくれ使うかな、待った、いやメラ見使うわ、やめて、ちょっと待って、よしやめよう、ダメだ。ボスいる、いるのかな、ボスいるのかな、戦う、待って。さあでもってどうしようかな、作戦替えで呪文使うなにしよう、オッケー、呪文使うなにしよう。22、3、どうしよっかな、あまり使うな、94、いいんじゃない、もういいんじゃない。サバーバル12になった。なんとルカナ覚えた、すげえ武道家の。これさ失敗したんだ、これ俺すっげえ失敗したことなんだけど、これさ木工門とかをさあれなんじゃないの、あの魔物使いにしてたら今頃俺が、あのだからそのなんていうの、リップス狩りでもさ職業のあれ上がったんじゃないのって思ったわけわかる。いや失敗したな、とんでもなく失敗したよ。まあいっか、まあいいや。ハッサン回し蹴りとか使ってくんねえかな、ハッサン使い、ハッサンやい、使ってくれ、使ってよハッサン、眠ってしもた、みんな寝てる、寝てしる、寝てる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 、すんげえ、いや待って、ちょっともうなんだ、あのもうやばいやばい、うちのミレタンがこう一点、うちのこう一点が、よっしゃ、オッケー、一回満タンにして。ハッサンさ回し蹴りとか覚えてたはずよね、頼むよハッサン、すんげえ上がってないかねえ、うちのこれ武道家じゃなくて師範代になってんだけど、ファーラットが師範代や超面白くね、超面白いんだけど。さあガンガン進んでいいんだろうか、ガンガン進んでいいんだろうか。さあエビルポット作戦で、俺に任せるって何なんだろう、俺に命を大事にだと回復してくれるんだよね多分ね。まあそれでいいか、行こう、
ハッサンちょっとさ、回し蹴りとかかまいたち強いな。30いくつか、回し蹴り44、1体だけ。いやまあまあまあ、オーバーキルとは言わないんだけど、なんかちょっとベホイミ多くなかった今。ちょっとヤバくなってもベホイミとかしてくんのかな。さあもうこのレベル中になったよ。これクソ、なんでリップスいないんだ。ギラ覚えた。スラリンレベル9、武道家回し蹴り覚えた。スラリン、スラリンの回し蹴りめちゃめちゃ面白くないか。ちょっと何もないね。スラリンの回し蹴り面白すぎだろ。どっから出てくるんだろう。あれなんかな、あれなんか着ぐるみ的な奴隷兵士どうですか。ハッサン頼むよ。ミレイユが使っちゃうか、使うなに変えるか。マシエリいいよ、それそれそれ。ハッサン、ハッサン、やっぱ後々はあれは低くなっていくんだね。まあ、ちょっと使っていっても見て。ベギラマ来た。待って、作戦並び替え、ここでは読めないのか。すげえ、でももうすんげえ飛んでいくんだけど。経験値飛んでいくんだけど。さあ来た、モーニングスターを見つけた。まさかそんな、俺持ってなかった。モーニングスター、モーニングスター、渡す渡す。誰だ、60。おっとおっと、チャモロさんがモーニングスター装備できるよ。装備さあ、いつこのパーティーが魔物パーティーになるのか、交互期待。夜ねちょっとやってたりするんでね、ちょっとまあできたらやるんですけど。ドッグスナイパーちょっとかっけえな。海外のなんかちょっとアニメキャラっぽくね。ねなんかかっこよくない。なんかちょっと若干テイストが違うんだけど、これだけなんかその気じゃない。なんか若干違う。ミレーユ、ミレーユ、ベギラマいいな。バギマ27、備えにやな、備えだな。どうしよう、毒針とかないんだっけ。回しゲリ毒針とかなかったっけ。40、ちょっと MP が若干なくなってきてるか。作戦替え、なんで余計なことすんだろう。余計よ、なんで命を大事な呪文を使うのしかないのかな。仕方ないよね。じゃあ行こう。まあいいや、ここはモーニングスターを取りに来ただけと。こっち右、小さ下のじいさんがいた。一番下のとこってどっかあったのかな。まあいいや行こう。青さんブーメランもうちょっと無理じゃね。青さんブーメラン使うんだったらもうあれじゃない、炎の爪でメラミンしてた方がまだいいんじゃないか。キラリでかわす。これ一気にさ、なんだろうな、これさ思うんだけど、呪文節約してさ攻撃食らってさ回復するんだってもさ、結局一緒なんじゃねっていう、わかるね。どうなんだろう実際。ナイスいいよ、76、いいね。5、ここで5だったらもうスライム入れても一緒なんじゃないのかな。結局でもここでホイミだなんだ使うから一緒なんじゃないかな。16、どうしよう、命をモコモンとかめちゃくちゃ上がっていくんだけど、どうしようどうしよう。俺は誰をメインにしてったらいいのか悩む悩む。こんな素晴らしいことある。だってスライムが勇者になれるんでしょね。ラスボスって勇者でって勝てんのかな。あ、ラスボスってさ、あ、なんだあれ、ぐるって回るんだね。結構ぐるって回るんだね。巨人が現れた。まあ行こう。青さもうブーメランやめるかな。もう一撃で強い方のがなんかいいような気がする。22、どっちだろう。そんなレベルが上がったらねブーメランとか強いんだろうけど、さあ何もないね。上に上がっていくだけか。青さんはハジャの装備、またイカズチの杖が持って、これ誰だ、これこれ誰かって勝手にアイテム使ってくれると嬉しいよね。勝手に59か、ちょっと使ってみよう。
デインかな、なんだろうね、なんかだったよ、なんだかな、噛んでいく。いくよ、作戦、道具、イカズチの杖、きた。うーわ、なんだ、イカズチじゃなくね、イカ、あれベギラマ、なんかもろった、あれなんだろう、全体攻撃だったらめちゃくちゃ強いような気しない？ミレイ頑張って、5、倒せねえ、これでは倒せねえ、いいの、眠ってしまわ、めっちゃやってくるじゃん、めちゃくちゃ作戦外戦う、さ、どうし、いや待って、よいいよいいよいいよ、それ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 、いける、36、いいよ、いいねいいね、いやまだ無理か、なんだろう、イカズチの杖の効果がわかんない、なんだろう、ベギラマ、またグループ関係なくて攻撃したら神じゃない、めちゃくちゃいいよね、それだったらいいな、それ、ちょっと待って、それならいいんだが、作戦がえじゃなく、待って、まあいいか、今満タンしたもんね、 OK で上に出たんだね、多分ね、上に出て、もうなんか案外早いんじゃないのこれ、来い、待った、行こう、使ってみよう、イカズチの手、いや一匹か、まあいいや、これなんだろう、ベギラマ、イカズチだ言うてんのに打ってこねえんだけど、なんだろう、ちょ、これ思ったけどブーメランの方がいいな、早い、ええ、ブーメランの方がいいな、これは、まあ普通に攻撃しようか、案外早い、いやもしかしてボスいる可能性もあるな、どうだろう、いんのかな、でもちょっとムードが終わったから若干この世界も、俺さマジで覚えてないんだけど、そうか、下の21になった、ありがとうございます、この世界の青さんってどこにいんだろう、この世界の青さんどこにいんのか、それがマジわからない、同じような敵が出てくるね、26、ちょっと待って、あんま強くねえな、ブーメランでいいな、おブーメラン、初動のブーメランと同じぐらいのダメージしか出ないんだけど、どういうこと、気のせいかな、エビルポットがちょっと強いのかな、エビルポットで85、いいよ、12 12 33 23、割れね、 OK、そんな強くないね、やっぱ無道さんとこの青さん、レイ20になった、ありがとうございます、モコモンがレベル10時になった、めちゃめちゃ上がっていくんだけど、モコモンとか多分めちゃくちゃ上がってない、なんかねえ、市販台出す、見てねえ、初段市販台、スラリン武道家なのか、修行中、白帯、すげえな、根持って青さんではなく、満タンして、満タンにして、道具で青さんを刃の、はい、装備、もうこれがいいわ、もうコモも青さんこれでいいわ、さあそろそろ頂上じゃないのかな、違うのかな、いるのかな、ボスとか、さっきんとこ通んのか、これで根持って普通に攻撃でいいでしょう、レベル20になった、なそんな低くないような気がするんだよな、でもムード結構強かったよね、ムード結構強かったんだよな、なんか特別高いっていうイメージじゃなかったな、でも特別高いって感じではなかったような気が、いや25で、これでバトルマスターをまず目指したらいいのかな、これでもなんか勇者ってさ、なんかスーパースターとか挟まなかった、踊り子、そう踊り子挟まなかったっけ、なんかめんどくさかったような気がするんだけどな、勇者目指そう、勇者でなんだっけ、ギガスラッシュかなんかが多分あるはずだよね、剣の、もう寝てる、あこいつ腕組んでんのか、眠ってしまった、眠ってしまった、25、行こう、勝手に終わったと思った、アモス編これひどいよね、
もうなんなの、こすいやつらだわ。寝かしよってでいる、めんどくせえか、逃げるか、いやまあいいか、やめて、眠ってしまった。なんでこっちグループな、もうずるくね、今更だけど、なんかずるくない、あーめんどくさい死にます、オッケー、さよならなんでこっちグループよ、ずるくないねえ、そういうとこあるよね、ドルマゲスからのこの疑惑よ、もう8だけど、あれドルマゲスもそうよ。さあボスでもいるか、これいるのかな。さあこれ行ったら今度どこに行くのかがわからん。右のあの町を右、いやまあ船か、やっぱりあの町から右の方に行ったでしょ、右の方には何もなんかここしかなかったから、今度左の方に行くのかな、違うのかな、まあいいや行こう。32 19、よし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 、うちの子たちがえらめちゃめちゃ強なっておる、満タンでいいか、いいよ。次どこに行ったらいいのかがわからない、来た、違う、茂みながら一本だけ賢そうな、賢そうな草ってなんだよなんだよ賢そうな、わからないんだが、はい、いた、いた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 、なんと草が喋った、これわしを引き抜くのはどういうつもりじゃ、お前の中探しているのはもしかして理性の種じゃないのか、はい、じゃったら見て、わしは種でなく草じゃぞ、ただそこらの地面に落ちてるじゃ、そんな雑に落ちてんの、よく探してみることじゃ、そこらの理性の種見つけた、これなんだ、待って、どうじゃ、わしの言った通りじゃろう、わしはいつもここにおる、困ったことがあったら相談に乗ってやるぞ、待って、これなんだろう、なんかあんのかな、いずれく、いやこれ絶対覚えてないんだけど、なんとなくこんなイベントがあったようなことはなんとなく覚えてる、こいつのこのじいさんだかなんかわからん、この草はちょっとよくわからんな、よし何もなかったから戻ろう、戦ういいでしょ、イオラぐらい覚えてなかった、誰か覚えてないのかな、かわしていく、31、メラミ、メラミ強え、メラミやっぱ強いな、84、メラミ強いな、23、イオラとか、やっぱバーバラか、そこはじゃない、バーバラ育つまで待つしかない、もうでもさレベル上がるけどさ、上がってんのかな、あのなんだっけ、種族じゃないわ、職業のやつ上がってんのかな、上がっ、さあミレイも19になった、まあいいレベル上げになったよね、チャモロも17になった、キアリク来た、帰ろうか、でこれこの外で使えるのかな、いけた、じゃあ最初にさ待って、なんか右の方なんかないね、あった、あんのかなと思ったけど、カメレオンマンめちゃくちゃかっこええな、カメレオンマンかっこ、やばい、青さん死ぬ、しました、いいね、強いね、何が強いんだろうか、これレベルじゃなくて上がって、レベルじゃなくてあれは上がってるよね、職業のあれ上がってるよね、あと戻るだけなんだけれども、満タンにして、オッケー、オッケー、ベホイーミン、あ、なんもないわなんもないんかい、なんもなかったルーラ、さあどこにしようかな、モンストル、オッケー、これ私に飲ましたらいいの、理性の種、ばあさんに渡すんかな、先に、違うのかな、夜な夜な寝てる時に渡せよとか、違うな、北の山のてっぺんに行けば、よし、お15のモンスターをいずれ仲間にしたいね、ここか、違う、どうやって飲ますんだろう、夜行くのかな、戦って半殺しにした時に口に詰め込むそんなあら治療ある、そんなあら治療ある、素直に飲ましてりゃ、特にこの街を後にしたらと思っていましたが、
粉チェーン何か用でも、はい、リセのドラムをすりつぶしてアモスに用を飲ますな。苦い、これは何の薬？うぐわー、なんだ、え、うわー、戦うことあんのこれ、え、覚えてないんだけど、そんなの、やばい、ちょっと待った、うわー、うわん、なんてびっくりだじゃん、わっはっは、なんだ、しかし今わかりましたが、私は怪物に変身していたのは幻覚ではなかったのですね。とすればこれまで私は村の人たちにどれほどの迷惑をかけてきたことでしょう。確かに。しかしさっきのな、戦うでびっくりした、 MP なかったか、ビビった、さっきの薬のおかげでたとえ怪物に変身してもちゃんと理性を保ってられる。そればかりか、自分で自由に怪物を変身できるようになったみたいですね。そう、この力きっと皆さんにお役に立つはず。私もこのまま町にいつまでも世話になっているわけには いかないし、私を連れてってくれませんか。はい、お、やった、来ました、アモスさん仲間になりました、おめでとうございます。やった、アモスさん仲間になったか。アモスさん、ひとまず先に町を出て外で待ってますか。いや、なんかさようならとか言わんでいいのか、あいつ馬車にもう満タンなんじゃね。満タンだ、満タンだ。アモスって今いくつ？15か。ただこれで誰か預けないとリップス仲間にできないんだけど、どうしよう。アモス様が仲間に紹介、それは良かったね。あれだろう、実は内心俺喜んでない、絶対。あのおばさん、アモさんがアオさん様の仲間になって旅に出るってもう町中の噂ですよ。なるほど、それはいいんだ、それはいいんですが、アモさん力を合わせりゃこないもの。さあ、噛んでいくのをごまかしていく私や家族さんにはこうしていられるのはアモ様のおかげですわ。さあ、次にどこに行くのかがちょっとよくわからないから、ばあちゃんどこ行くか、一回ちょっとどこに行ったらいいのか。音がしただろうな。あー、すっきりした。だってアモスが、ただこのあと仲間って誰だ、誰が仲間になるんじゃろう。アモス、アモスいるか。いや待った、俺はできたらあのモンスターを育てていきたい、モンスターを育てたい。おアモスと一緒に旅に続けるのじゃな。旅はええ、旅はええ、なんか言ってる。あと誰か話した方がいいのかな、次の場所がわからん。こう見えて俺も正義の味方だぜ。アモスさんの代わりにこの俺様がこの町を守ってみせるからよ。なるほど、もういいのかな、次の町に行くか。アモス編も終了しましたし、120ゴール払わないでよかったんじゃねえか、払わなくてよかったんじゃ。3年もってなんか寝てる、なんだお前、うわー地震だ。なるほど、夜寝れなかったから今寝てんのか。さあ、眠ってアモス編終了でございます。さあ、次なる場所に行きたいんだけれども、こっち行ったから左か、もうここは関係なさそうだな。逆にもうないのかな、ここはもうないのか。いいね、いろんなの出てきた。ダンスキャロット、ダンスキャロット、なんだっけ、高麗人参みたいなやついたよ、なんだっけあれ、なんだっけ、ダンスキャロット。バギマ一匹だけ、あー52か。メラミ強い、これでお金が。次どこに行くのかがわからない、船に乗ってどっか行くことは間違いないでしょう。ちょっと次のとこどこだかちょっと探してから。モコモンがレベル13になった。ちょっと待って、誰を預けるねえ、どうしよう、どうしよう、あと12人来るぞ仲間が、どうしよう。かまいたち覚えた、いないっす、ないな。ちょっと一回ルーラでばあちゃんとこ行こう、しかない、これしかない、いや聞くしかないね。上って可能性もあんのよこれ、案外。でも船があるから、船があるからね、
あ、待った。新しい話を聞ける。いいね。新たなお話を聞けそうだ。新たな話を。3でもって。起きたか、よく眠ってたようだね。奇妙な神殿来てしまった。違う、いらない。そうじゃない。違う、違う。そうじゃない。待った。魔物に誰か、あれだよな。そうすると。回復薬作らないと魔物パーティーできないね。さあ完成するんでしょうか、これやりながら。やりながら完成できるかな。だって作戦、こっからではなく、待って、どこにモンストルだったら、どこに、どこの近所に船あんだろうね。下かな、下かな。船あった。さあこっからだ。どこに行ったらいいのかがわからない。じゃあまあオッケー。じゃあまあいいや。こっからどっちこ行くんだろう。いや右の大陸来たから、ほんと覚えてないんだよね。この一番下にもなんかあるな。このままちょっとこっち行ってみる。こっちか、なんかあるぞ。なんかの大陸は出てきた。敵の強さをでまず見てみましょう。危ないんでね。とんでもねえ強いやつとか現れることもたまにあるから。気持ち悪い動き方してんだこれ。すごい。あ、一緒だ。大陸は一緒か。じゃあ次の場所を探さないと。右来たらこの左かもしれないね。まあ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 いいや。まあ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 、何もないことは多分ないと思うんだよな。ないな、何もないな、ここ。あー、あった。橋がある。やばい、橋を分かっ、抜け殻兵。本当だ、抜け殻だ。本当に抜け殻だ。見て、顔んとこ見て。あ、奥が見える。マジじゃん。なんだろう、呪われてんのかな。さあどこだ。きた、なんか、いやー、なんか見えた。さあ、あー、出た。悪いな、先を急ぐんだ。いや、待った。来てしまった。次ここな、え、これいいのかな、これで。さあということで、ついに来ました。ドラケー人気上位のでしょう、多分トップ5には必ず入ってくるんじゃないんでしょうか。あの方登場ということで、今回はこの辺で終わりたいなと思います。よろしくチャンネル登録、高評価などもお願いしますね。それで皆さん、バイバイ。